松戸市立小金小学校は、千葉県松戸市小金にある小学校。松戸市小金地区の中心部に位置する学校。部活動が盛んであり、自転車部は全国大会に9回連続出場し、千葉県大会では9年連続優勝だった。地域とつながった学校行事として、ワクワク探検隊や花小金などが実施されている。校舎は、 外観も内装も老朽化が進んでおり、4階校舎外のトイレやプールなどは特に著しい。1998年から休園中の付属幼稚園のグラウンドを含めても校庭は他校に比べ狭い。すべての部活動で任意の入部となっている。ほぼ毎日朝と放課後に活動する。県部は原則不可能。毎月1回の集まりと毎日の仕事で活動する。 5.6年生のすべての児童が入らなければならない。不定期に活動する。5.6年生のすべての児童が入らなければならない。独特な行事もある。入学式直後に行われる。全校で集まって行われる。どの小学校にもある。運動会だが、この小学校は、松戸市有数の児童数にもかかわらず、白組、赤組の二組にしか分けられていない。 2012年までは夏休み明けの9月に行われて、いたが2012年から毎年5月に行われるようになった。4年生以上の児童は1学年16人ずつ応援団に参加することができ、6年生は2人、応援団長が選ばれる。1学年に必ず1個はダンスなどのものを見せ物としてしなければならない。主な種目毎年に楽器に行われる。 校内の児童向けと自由観覧の保護者向けがあり、どちらも各学年がそれぞれ2曲ずつ歌う。吹奏楽ではなく合唱。6年生はふるさとの四季を歌うのが定番である。その日の午後には小金っ子祭りが行われる。音楽発表会の日の午後に行われる保護者主催の行事。校内の至るところに遊び場が設けられ、 毎年お化け屋敷やスライム作りが人気である。また、オープニングセレモニーでは仮装した保護者が遊び場の紹介をし、仮装保護者は小金っ子祭りの時は校内を歩き回る。一年生を迎える、街道用に卒業式前に全校で集まって行われる。各学年が歌を歌う。地図、ありがとうございます。